たんだったらね、もう癖になってるね。だから健康普通に今使い切れてないから、使い切れるんだったら使っていいんだよ、入れてもいいんだよ。健康が使えてないから、これを覚えてるためにこうついてもらえ、出てるから、ね、こう、このぐらいでやればいいよ。落とさないと絶対健康が出ないから、これができて初めてこれ使えるようになるんだよ。ついた後にこれ使えるわけよ、この健康が。そうそうそう、今やらんで、今やらんで基本やできてからよ。じゃあ中段ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、じゃあ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まだ肘外に出てるそれいるな、絞らんと。ということは力、肩に力が入ってる。力あるけど絶対出ないよ。例えばこの距離からさ、突くとしたらさ、こっち上げてるしまないよ。ここやってるところだよ今。この距離からどのぐらい突きの移動があるかったら、下半身ですか、打てないわけ。実戦ではここから引いてたら間に合わないよ。だからこうやって、こうするんだよ。ここまで持ってる。決まらない。だからここからでも出るようにするには、肘出したら絶対 OK です。この状態から。だからスーッてこう入ってくる。そう入ってきたの、パンパンパン。これ構えておきまない。競技用の斬新の突きじゃなくて、斬新は必要ない。じゃない。もらうよ。やってる間にもらうよ。だからみんな引きようするけど、実際に引いてる気もない。もうパンってこの位置で。いや、この状態からここまで来るのは自然だから。自然に来る。引いてね、反省でさ。そう。自然に来る。いや、最後にこう入ってないから来ないよ。これが自然。自然に来るんだよ。で、これが、これ見せないとこれ。カメラあるから見せない方がいいです。禁止、ね、禁止。熊沢チャンネルだけでやってもらおう。今後出してくるの。今やってる月があるの。比嘉先生が恐ろしい。もう一回宴会やってます。ゆるくしてます。これはまあいずれ出してもいいと思ってます。今はあれです。ダメってことで。じゃあ空実ね。
もうちょっとこっちだ。あ、もっとこれだと、もっちに入る。そうそうそう、これだともっと効くよ。あ、今、チリです。こうなったらね、そこがこうなった。はい、はい、こう。だから、相手をこう、ボンで切って。あ、で、下向くのが一番いいんだよ、こうやって。よ、道着着てなければ、こう。こっちが掴んでこっちに引く。手前にさ。あ、手前。手前に引く。ああ、なるほど。手前に引きながら、で、生きてなければ、あの、肩をこう引っ張りながら。ああ、なるほど。そうか、自分から打たなくても、相手を、ちょうど自分の間合いに入れて打てばいい。空手をみんなそうよ。だから、肘、うちもこう、こうだな、ことは。手でこうしなさいもん。これが、肘、うちの姿。こうじゃなくて、相手に。ちょうど相手をこう引っ張りながら、カンって、下の感じ。だから、腕取った時も、こう、ここの、引っ張りながらあれ。引っ張りながら、カンって。だから、よく、もっと効く。はい。当たる場所っていうのはどこに、どこで、いやいや、レバーだったらこっち、こっち、側面ね、で、側面、ちょうどこっちになるから、こっち、こっちでいる。受けがうまい。受けが、そうですよね。いや、これもこっちだから。こっちだ。だから、こう、くっついた状態からでも効くんですか。うん、そう、ちょっと最近、これでダウン取れるようになってます。あ、だから今、ちょっと外したらもっと効くよ。あ、そうですね。なんかまだ癖で、なんかこう、上に上げちゃうんですよ。あ、先生、腕だけでついてるから、はい、もっと腰で、腰で、つければ、うん、はい、もっといいよ。やってみます。これにもう一つ知ってるお深いで教えてみます。お深いで、はい、これパチンと置いて、はい、おー